はい、老藩の伊沢です。今回は、パールでのあのグラフィックを、アップしていきます。今回グラインダー入ってない状態 でまたホワイトの車とかに合わせていくような感じで、まあ、このボンネットお任せで、入れてもらってます。で、パールにこうブルーパール入れてるんで、あの光が入った時だけこうブルーに光って、それ以外の時はまあ、ちょっとクリームっぽい光り方になりますね。で、まあ、これはもう基本グラフィックを、いろいろパターン組み合わせて入れていってます。だ、光入った時はもうすごいあのブルーで光っていきます。だから逆にピンクパールとかね、バイオレットパールとかで、まあ、縁はこれボンネットで、純正色の070ですね、で合わせてます。で、こっちが、GTR ですね。東京サロンにも出てた。で、これはもう全身に、パールのグラフィックを入れていってます。まあ、白に対して、白の、まあ、ホワイト系のカスタムって結構少なかったんですけど、まあ、こうやってこう、同色系でさりげなくパターンを、グラフィックを入れていって、で、まあ、光入った時に、またちょっと違う色味が出てきます。まあ、グラインダーとかね、そういうのと組み合わせてもいいんですけど、まあ、こういうちょっとパールだけで、まあ、見た目を変えていくっていうね、まあ、ボンネットカスタムが結構多いんですけど、まあ、この車は一応全身に入れていってます。まあ、ちょっとデザインパターン入れるためのデザインで、枠取りしながら中に入れていってます。まあ、ブラックとかでも逆にこうシルバー引いて、ね、ゴースト風に見せたりもできるんですけど、これボンネットがグラインダー入ってる上にブルーパールでグラフィック入れていってます。これがマスキング剥がした状態ですね。アウトライン決めて、で中にグラフィック入れてっていう。光がそんな入ってなかったら、こうちょっと落ち着いたベージュっぽいあの色味のグラフィックが出て、で光が入ったらブルーの、まあ、ブルーで発色するって感じですね。だからこうちょっと人と違う色味にしたいとか、まあ、人と違う何かこうアクセントを入れたいっていう時に、こういうパールを、まあ、ボンネットとかでもこうさらっと使っていくと、まあ、すごいおしゃれになると思います。こっちがもうクリアを塗り上げた状態ですね。ボンネットにはアイズキャンディーの、ローハのアイズキャンディースノーホワイト入れて、その上から、パールのブルーパールでグラフィック入れてます。だから光が入ったところだけブルーでパターンが浮かび上がるっていう形になってます。がバンパーですね。で、これがボディの方にクリアが入ったところです。光が入ったところにこのパールが発色するんで、まあ、なんかね、こうパールだけが勝手にこうグラデーションしてるようにも見えて、すごい上品な感じで仕上がっていきます。あとはこのパールのグラフィックの段差を消すためにクリアを塗っては削り、乾燥しては削りっていう感じで仕上げていきます。まあ、こういう、まあ、パターングラフィックも結構ローハンの得意なペイントになってます。これがドアですかね。これ今クリア持っていってる状態ですね。で、最終クリア盛り終わったら面出しをして、で最終クリアに移っていきます。どうしてもこのグラフィックとか、まあ、グラインダーでもそうなんですけど、クリアを持っていくのにすごい、まあ、材料と時間がかかって、まあ、デザインとか、まあ、この辺ももちろん時間はかかるんですけど、
まあ、見た目以上にこう手間をかけていくっていうのが、まあ、カスタムペイントの、まあ、逆に言うといいところであったり、まあ、それで仕上がりとか最終の見え方が全然変わってくるんで、まあ、さりげなくこうホワイトの中にブルーを見せるっていう、そんなカスタムペイントです。これがだいたい、まあ、クリアが塗り上がってきてる状態ですね。段もある程度ほぼほぼ落として、だ結構暗い中で普通に照明入ると結構こうブルーの色味がギラギラと出てきて、まあ、パールなんでね、これが仕上がっていってる感じです。こんな感じでパールグラフィックを仕上げていきます。